ワシントンを訪れている防衛省の長島政務官は国防総省高官と会談し、来年1月にインド洋での給油活動を撤収する方針を伝えました。国防総省を訪れた長島政務官はアフガニスタンの支援策について来年1月に給油活動を撤収する代わりに現在旧タリバン兵の職業訓練などの民生支援を検討していることを伝えました。アメリカ側はこれまでの給油活動に対する感謝の意と撤収に対する理解を示しました。